えー、発表、えー、A ルームの発表、えー、最初の発表を始めたいと思います、えー、目黒さんお願いいたします、えー、最初の発表は目黒さん、はい、あの OSM 福島の目黒さんからマピラリーを伸ばす生活様式についてというタイトルで発表いただきますよろしくお願いいたしますはい、では始めさせていただきます、えー、目黒と申します えー、会津若松に住んでいまして、えー、地元のですねオープンストリートマップのマッパーのグループです、えー、OSM 福島のメンバーをおしております。で今日はマピラリーについて、ですね、えー、こんなふうに撮影しているよという内容で、えー、ご紹介をさせていただきます。でマピラリー、ご存じない方ももしかするといらっしゃるかもしれません。えー、スマートフォンなどの身近な機器を使ってですね、 えー、ユーザーの手で作成されるストリートレベルの写真共有というふうに言われるんですが、まあ、平たく言えばあみんなで作るストリートビューみたいなものです。でこんな感じになるんですが、えー、道路上から撮影した写真と、それから、えー、その現在の位置を示す地図ですね。で上の方にあるボタンを押すと、次へ次へというふうに道路を進んでいく形で見ることができると、とこんなものになっています。 で撮影方法なんですが、えーまあ、スマートフォンを使って、えー、歩きながら手に持って撮るということもできれば、あ車,載のマウン車載にマウントしてですね道路を走りながら撮影するということもできます。で凝っていきますと、ですねアクションカメラを各方向に取り付けて走ったりだとか、ですねまたはですね360度カメラをやはり車のルーフ上につけて走り回るというふうな。 あ形で撮影をすることができますでこんな感じですね、えー、道路から撮影しますと、これはあのー、橋の上を走っている、えー、時の写真ですけども、こんな風に、えー、観光地的なところを撮影したりだとか、ですね、えー、またはあ山の中の林道を走り回ったものを撮影したりだとかですね、えー、または自転車に このカメラをつけてで、えー、やはり街中を走り回ると。とこんな感じで、ですね車では入れない細い車道、歩道などをですね、えー、撮影をすることもできます。でこれ、あの下にメモリーが出てますが、これはあの歩道の幅を測ろうというプロジェクトで、えー、試作的に作ったものです。でまたは、ですね、えー、これはあの遊覧船から撮影をして、 水上のコースというものを載せていくということもできるという、さまざまなです、ね、楽しみ方ができるようになっています。でサービス側の方では、AI が搭載されていまして、例えば撮影された画像内にある物体ですね、ベンチの場所だとか、そういったものを AI 認識で地図上に表示するということもできます。で同じように AI で道路標識を認識したりだとかですね。 えー、またはあの、これはガソリンスタンドのような場所のを認識によって、えー、その場所を指し示すということも最近の機能でできるようになりましたで。こちらも同じようにですね、トンネルの入り口を AI 認識で示しているという絵になります。これも AI のお処理の結果ですね。で で同じく AI を使って、えー、天群データを取り出すということもーサービス内部では行っているようです。で、えー、オープンストリートマップとの親和性が非常に高く設計されていまして、えー、ID エディター内にです、ねえー、マピラリの情報を取り込む、取り込んで表示しながら、えー、地図を作るということもできるようになっています。これはあのー、物体認識をした 例えば信号機などをですね ID エディター上に表示しているものです。で同じように、場所のですね風景を見ながら作業するということもできるようになっています。で同じように、ですねこちらは QGIS 用のプラグインを使っている様子です。QGIS 内にやはりあの撮影した動画のシーケンスを表示してですね。 私、えーまあ、物とあとはその現状の写真を見比べながら作業をするということもできるようになっています。で、そんなわけで、この画像数が非常に重要になってくるサービスです。で、このサービス、2014年頃から始まっているんですが、えー、2015年には写真、画像数が100万枚を突破、2016年600万枚、2017年には2億枚突破と。 で現在2020年時点では13億枚以上の画像がアップロードされています。でこちら、福島県の状況なんですけれども、えーまあ、OSM 福島のメンバーだけで数百万枚オーダーの画像を上げています。私個人でも300万枚ほどをアップロードをしています。で、えー 撮影,が撮影アップロード数を増やすためには、ですね、いくつかコツがありましてで、とにかくカメラを止めないというのが1つポイントになります。でこちら、USB ケーブルで、ですね、車内から電源を常に供給しながら撮影をするということをしています。 で普通には刺さらないので、えー、カメラマウントをスペーサーを挟んで,です、ねえー、USB ケーブルを挿して、常時給電をするという体制を取ってますで。雨が降っても止めなくて済むように、こちら、100円ショップで売っているボトルですね、ドリンクボトルをです、ね、ちょっと加工しまして、かぶせながら、えー、カメラを止めないで走り回るということをできるようにしています。 で撮影と同時に GPS ですね、えー、GPS ロンを取りながら走り回るんですけども、これもあのたまにアプリが、えー、動作不良を起こす場合がありますので、2つのアプリで同時に取りながら走るということをしています。でそんな準備をして、えー、実際に撮影をするわけです。で撮影をしますと、ですね、えー、このように、えー、100枚オーダーからの大量の画像が出来上がります。 で、こちらをですね、アップロードをするためにいろいろと加工をしていくわけです。で、今ここで画像が出ているのは、画像に対してですね、同時に,さ同時に記録した GPX データですね、GPS のログデータを使って画像にですね、1枚ごとの 位置情報を埋め込んででいる様子ですでこれは OSM 用のエディターの JOSM というツールを使っているんですが、これにですね、フォトジオタギングというプラグインがありますので、こちらを活用して、で撮影してきた画像に位置情報を埋め込むということをしています。 でそこから次はアップロードに移るわけなんですが、いくつかこのマピラリーへのアップロードには方法があるんですけれども、最も手軽なのはブラウザからのアップロードですね。でまあ、お手軽なんですが、大量のアップロードを行うには非常に重いわけです。大量の画像の負荷がブラウザにかかってしまって、非常に重くなってしまうことでということで、ちょっとつらいわけですね。 で別な方法として、デスクトップからあ、デスクトップアップローダーというツールが公式で、えー、配布されていますで。こちら非常にお手軽で、まあ、おそらく大量のアップロードもできるのではないかなというふうに思われるわけなんですけども、ただ一つ、えー、問題がありまして、えーまあ、Linux 版がないんですね。私は Linux メインで使っているものですからあ、ちょっとこう、うまく動かないと。 でやはりですね、えー、画像、撮影した画像自体が増えてくると、お何かとこうお手間がどうしても増えてしまうという問題がやはり残ります。えー、そこでですねもう一つ別な方法としまして、えー、公式があ GitHub で公開してますマピラリーツール、こちらの方を使っています。で Python で作成されたツールになっていまして、えー 画像,への画像への座標埋め込みですね。GPX 等からの画像埋め座標の埋め込みですとか、えー、あと3分です。はい、えー。動画ファイルの処理などを行うことができるようになっていますで。非常に軽くて便利なわけですね。で、えー、ドラレコ動画からアップロードをする場合ですと、このようには撮影してきた えー、動画と GPX を使ってですね、えー、コマンドを打ち込むと、まずは連続の画像が出来上がると。で、そこをさ,さらにですね、えーえーまあ、そのさらに処理を行うわけですね。そうしますと、えー、このように動画から取り出した画像に対して位置情報を埋め込むことができると。で、それをさらに えー、フォルダーがたくさんできますので、えー、スクリプトを組んで、ですねべ、えー、てのフォルダーを巡回をするという形を取ります。そうすることで、えーとですね、すこんな感じで一気にアップロードしますと、1万8000枚ほどの画像をアップロードすることができたと。これがあ、まあ、一度、体制を作るとワンタッチで、えー、行うことができるようになるわけです。 まあそんな感じで、えーまあ2万円あ、2万枚の動画のうち1万8000枚がアップロードできたと。アップロードできなかったものは主には信号待ちなどの停車中の画像になります。ということで、まとめになりますが、ーデータソースは量も重要ですで。とにかくカメラを止めない工夫をしましょうと。そして、えー、アップロードのー手間を減らすことで、えー、減らすことがです、ね、長続きの秘訣になっていきます。 そうするでこれを繰り返すことで、ですねやがて撮影は生活のルーチに組み込まれていくようになるのではないかと思います。ということで、えー、皆さん、ですねぜひ、えー、このスクリプトを使って、えー、どんどんと画像をアップロードしていただいて、えー、ミリオンアップロードを目指していただきたいと思います。えー、以上になりりりままますああががととうううごござざいいししたたさんども えー、非常に労力をかけてあのー、写真撮影させる様子が浮かびます。素晴らしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい。えー、っと、えー、質問の方が出てるんですけれども、えー、ちょっとはいこちらの方お読みします。常時給電は何度もトライアンドエラーあったのかなと思います。失敗例があれば教えてほしいです。 個人的には雨の日の加工方法が気になっておりますということで、あのよろしくお願いしますあそうですねあの、宮殿についてはあの、スペーサーというものがあるというのを見つけるまでが結構あの、どうしようか悩んでいたんですが、あれ見つけてからはですね、えーまあ、それほど。 困ることはないですがただ、あのネジ止め部分があるものを車載屋根の上に載せるので、えー、緩んで落ちないようにということであのグルーガンでいろんなところを固めたりとかっていう工夫はしていますね。<laughs> ででそうですねあとはあの雨のためのボトルですね。あれはああれのまああの <laughs> まあ、お見せするほどの大した加工はしていなくて、蓋のところをちょっと削って、ですね、えー、やっぱりグルーガンで何とかするという、こ、まあ、んな感じの大雑把な加工で何とかしているという状況ですね。はい、はい、どうもありがとうございました。えっと、あと、他には、えー、スライドの方には質問はあまた質問がいくつか上がってきました。 えー、天群データは連続した画像データから生成される形でしょうかという質問が、えー、そうだと思います、えー、画像、複数の画像の示唆からです、ねえー、立体形状を読み取ってということをやっているようですが、ただ、通常サービスを使っていては、あのデータは手に入らなくてです、ね、まあ、おそらく内部的に持っているだけか、または有料のデータを購入するなどでもって、おそらく手に入るものではないかなと思います。はい はい、そうですね、私もあの測量会社を勤めてまして、MMS というのを走らせてるんですけども、マ、まあ、ピラリーのような会社から天群が出てくると、会社じゃないです、マ、まあ、ピラリーのような、えー、プレイヤーから天群データが公開されてくると、いっぺんにひっくり返っちゃうんじゃないかと思って、非常にあの気になっておりまじゃあ、最後の質問、画像のプライバシー処理はどうなっていますか。 えー、サーバー側で自動処理されますか、うまく処理できていない場合、はい、アップロード者が報告して改善したりすることはできるのでしょうか、そうですね、あの以前は、えー、アップロードするしたものを、ですね一つ一つ人力で、防火所を入れるということを、後からあーサービス上で行っていたんですが、えー、現在は AI を使って、えー、顔ですとか、あとは車のナンバーには自動的にですね、 ボカジが入るようになっていますので、そのあたりはもうほぼお任せで大丈夫という状態ですね。はい、はいえー。それでは、えー、どうも時間になりましたので、どうも目黒さん、どうも発表ご発表ありがとうございました。